熱化学、または化学熱力学は物理科学の一分野で化学反応におけるエネルギー変化を主に熱の観点から追求する学問である。化学反応はエネルギーの放出や吸収を伴い、誘拐や沸騰といった相転移も同様のことが起こる。熱化学はこれらのエネルギー変化、特に系と外界とのエネルギーのやり取りに焦点を当てる。 熱化学は与えられた一連の反応を通した反応物と生成物の量を予測するのに有用である。エントロピー決定と組み合わせることで反応が自発的であるか非自発的であるか、すなわち有利か不利かを予想することもできる。急熱反応は熱を吸収し、発熱反応は熱を放出する。熱化学は熱力学の概念と、 化学結合の結合エネルギーの概念を組み合わせたものである。一般に熱化学の主題は、熱容量、燃焼熱、生成熱、エンタルピー、エントロピー、自由エネルギー、カロリーといった量の計算を含む、世界で最初の降臨熱量計、様々な化学変化に伴う熱を測定するために、 アントワーヌ・ラボアジエとピエール・シモン・ラプラスによって1782年から83年にかけての冬に使われた。計算はジョゼフ・ブラックが先に示した千熱に基づいて行われた。これらの実験は熱化学の基礎となった。熱化学の分野を作り上げた人物の一人として、ヘスの法則などで知られるジェルマン・アンリュ・ヘスが挙げられる。 熱科学は二つの一般論の上に成り立っている。現代の言葉で述べると以下のようになる。ラボアジェトラプラスの法則、あらゆる変化に伴うエネルギー変化は逆の変化に伴うエネルギー変化と大きさが等しく符号が逆である。ヘスの法則、あらゆる変化に伴うエネルギー変化はその過程が一段階か多段階かによらず一定である。これらの法則は 熱力学第一法則よりも先に提唱されており、その公式化に貢献した。ラボアジェ、ラプラス、ヘスは、非熱と鮮熱についても調査したが、鮮熱変化の発展に最も貢献したのは、ジョゼフ・ブラックであった。1858年、グスタフ・キルヒホフは、反応熱の変化は反応物と生成物の熱容量の差から与えられると提唱した。式にすると、 d タ h dt イコールデルタ c p となる。この方程式の積分型により、ある温度での反応熱の測定結果から、他の温度での反応熱が推測できるようになった。熱変化の測定は、通常測定されるべき変化が起こる、閉鎖室における、熱量測定により行われる。閉鎖室の温度は、温度計、または熱源体を用いて測定される。 その温度を縦軸に、時間を横軸にプロットして、基本量が計算できるグラフを作成する。現代の熱量測定では、死者操作熱量測定等の迅速に情報を読み込むことができる自動化された装置が用いられる。いくつかの熱力学的定義は、熱科学で非常に有用である。K とは、宇宙の中で研究されている特定の部分空間である。系外のあらゆるものは、 外界や環境とみなされる。系には3種類がある。孤立系とは、隔離されたボンベ熱量系のようなエネルギーや物質を外界とやり取りできない系のことである。閉鎖系とは、蒸気放熱器のようなエネルギーを外界とやり取りできるが、物質のやり取りはできない系のことである。開放系とは、沸騰したお湯を入れたポットのような、 エネルギーも物質も外界とやりとりできる系のことである。系の一つまたは複数の性質が変化しているとき、系はプロセスを経ている。プロセスは状態の変化に関係している。等温過程は、系の温度が一定に保たれているときに生じる。等圧過程は、圧力が一定に保たれているときに生じる。断熱過程は、熱のやりとりがないときに生じる。 A.B. デイバイト、W. ボール、田中和義、アタケトールタワケ、ボール物理科学科学導入、2004年、61ページ。ISBN4 から759809775。ペロー、ピエール、A2、Z.Of Thermodynamics、Oxford ー n i v e r s i t y p r s ISBN0 から19から856552から6。 C ページ290 of outlines of t-retical, c h e m i s t by, フレデリック・ハットン・ゲットマン・ハットレイドラー KJ&、マイサー JH、フィジカル・ケミストリー、P62 アトキンズ・ P& デポーラ・ J、アトキンズ、フィジカル・ケミストリー、P56。ありがとうございます。